行ってきます。今日からオリコがうちに住むことになりました。おばあちゃん、関オリコです。おっこって呼んでください。春の絵旅館に住んでます。中井さんから聞いたよ、君がここの若おかみになるそうだね。しっかりね。はい。誰？お前、俺が見えんのか？ここのみんなは俺のことが見えへんし、声も聞こえんらしいし。こら、ええ友達できたわ。嬉しい。私、ここ気に入っちゃった。イエーイ。潰れる旅館が出るなんて、花の湯の恥よ、恥。みんな心配してくれてるから頑張らなきゃって。え、俺らが見えてんのか。まったく。もうその時が近づいているんです。なんてこと。出てきて、私を一人にしないで。お前は一人なんかじゃない。俺らもついとる。あんな風に喜んでもらえるなんて、旅館の仕事ってすごいね。お父さんもお母さんもおばあちゃんもよく言うんです。花の湯温泉のお湯は誰も拒まない、全てを受け入れて癒してくれるんだって。私も頑張るぞ。